今日は神奈川県人権ケアセンターチャンネルスペシャルということでスペシャルゲストをお呼びいたしました。では自己紹介をお願いいたします。こんにちは、岐阜県大垣市に住んでいる山田慎介と言います。よろしくお願いします。山田さんは、はい、一応は解放同盟の支部員という立場になるんでしょうか。はい、そうですね。じゃあブラック解放同盟、岐阜県連、はい、大垣支部、はい、支部員、はい、ということだそうです。はい、はい、でそもそもその解放同盟の支部に入ったきっかけって何なんでしょうか。自分が、北海道からこちらに来た時に今の嫁と結婚しました。それがきっかけです。あの嫁が部落の、そう、奥さんが部落なんです、はいはい、部落ってのは具体的にどこの部落ってことになるんでしょうか。あ、嫁ですか。そうです。上大垣という話なんですけど、はい、はい、大垣って言ったら、まあ南、若森が一応部落なんですよね。でもあそこは南若森は部落だっていうふうに思ってますか。ちなみに、まあいろいろ調べた結果あまり最近は分からなくなりましたね。ただ奥さん自体は別に南若森にルーツがあるというわけではないんで、ではないと思いますね。もともとは養老の方だっていう話を聞いたので、ちょっとここでね、分からない方の方に説明すると、ブラック解放同盟の、まあ、岐阜県連っていうのがあるんですね。で解放同盟って結構地方人権的な組織で各地で結構ね、まあ好きなようにやってるんですよ。で岐阜には岐阜の解放同盟があって、で現状岐阜県連なんですけども、多分一番大きな支部は大垣支部なんでしょうね。で養老にも支部はあったんですけども、まあ、養老ってねすごくあの5チャンネルなんかでも話題になるね大きな部落はあるんですけど、実は養老と解放同盟っていうのはもう活動してないんですよね。で地元の方に聞いてもあんまり解放同盟っていうとやっぱりお金絡みで変なことやってるっていうのはイメージがあって、で今もう実質的に活動してるのは大垣支部だけなんでしょうかねっていう状態ですよね。ということで、まあ、解放同盟の支部員ということで、今回いろいろとお話をするんですけども、まあ、そのきっかけになったのは童話の会長という本で、この、まあ、以前動画でも紹介したんですけども、2015年に、解放同盟の、岐阜県連の大垣支部の支部長が殺人未遂事件を起こしまして、まあ、あの石井亮也っていう人が当時の支部長だったんですね。その人が、まあとまあ、関係先の、ね、取引先の下條っていう人に、まあ、あの会社の、ね、顧問の人がなんかもう邪魔だから殺してくれっていうような依頼をして、それで、まあ、下條っていうのはこの人はあの別にブラフとは何の関係もないんだけど解放同盟の支部員だったんですよね。で支部員同士でこういう殺人を依頼して、それでさらに、まあ、その下條さんの下で働いている従業員が実行犯として加わって、それでまあ3人が共犯となった事件が起きてしまったっていうようなことがあったんですね。でこれでもうあの岐阜県連がもうドロドロな状態になってしまったということで、まあ、詳しくはねこの本を読んでいただければ分かりますので、ぜひよろしくお願いいたします。Kindle でも見えますので。で今の山田さんの状況なんですけども、はい、なんかもう解放同盟を出ようとしてるという、まあ、出ようというかもう向こうもあの関わりたくないと思っていると思います。言ってみれば解放同盟からは裏切り者扱いされてるような状態なので、はい、そうですね。ただそうなったことについてこれは直接関係ないんですよね。あ、全く関係ありません。まあ岐阜県連といえば、まあ、自転車をこうやってね、殺人ミス時点の取材をしてたんですけども、ただ山田さんの件はあくまでそれとはまた別個の話で、まあちょっといろいろあって解放同盟を離れようとしている。で、まあその、まあ、結婚して奥さんがその部落出身という縁で、はい、まあ、解放同盟に入ったんですけど、はい、ただ今そういうその解放同盟から離れようとしているっていうのはそれはどういった理由なんでしょうか。まあ一番は
やっぱりお金絡みが一番かなと思いますね。で、あと自分は今までそういう差別があったと、はい、まあ、心から信じて、まあ、そういう活動とかにも、まあ、結構やってたんですが、ちょっと最近それとは全く正反対なことが多々ありまして、はい、というのもやっぱり皆さんも思っているこの部落の活動で差別というのは絶対あると思うんですよね、はい、どっか今回では、はいはい、でそういう解消をするという運動はもう絶対あっていいと思うんですよ、はい、ただないところでないものを一生懸命隠そうとしている今の現状で、プラスそこにやっぱり利権とかお金が絡むと、やっぱり人間ってちょっとずつ変わっていくと思うんですよね。でそれがちょっと今までの自分が思っていた活動とは今真逆になったということで、まあそういうのをちょっと嫁とかに、あと県連の人たちに断ることに言ってたんですが、まあ全く無駄だった。だからつまり山田さんとしてはそういう、まあ、ブラック差別を解消するための活動は必要だと思うけども、はい、今の解放同盟がもうそれを真剣にやってるとはとても思えないような現状があると。そうですね、まあやっているのかもしれないんですけど、はい、ただ大垣市に本当にそういう差別があるのかどうかが、はい、疑問になってきました。今までは自分はあると思っていたので、はい、でも蓋を開くとないのかなと。そう、ここ実はまあ詳しく説明すると、まあ、大垣市はまあ基本的に一つだけ部落があるんですね、はい、本当はまあ飛び地みたいなところにもあるんですけども、はい、そこはもうほとんどもう知られてないようなところなんで、はい、具体的にはまあ大垣市だと南若森っていうところが一応童話地区指定されてるんですけども、ただまあ歴史的にはそこは部落ではないんですよね。で一応まあ、いずれまあ部落探訪してみようかと思うんですけど、童話住宅もあるにはあるんですよね。ところがまあ少なくとも自転車が取材した限りではそもそもそこが部落だっていうことを知ってる市民というのが全くいないと。で当の南若森の住民で、ね、もう何十年と住んでるっていう人に聞いてもそこが部落だとかそういう感覚は全然ないし、で解放同盟の支部もあるんだけどその活動自体というのも実はあまりよく知られてなかったと。そこは山田さんもやっぱりそういう実感はあるんでしょうか。まあ普通にありますね。やっぱし部落だって言っても誰も知らないし、そもそもその解放同盟大垣支部っていうのもどういうふうに見られてたんでしょうかね、市民からすると。まあ大半は知らない方が多いと思うんですけど、ただその部落とか童話とかっていう言葉を聞くとなんか怖いとか、はい、そういうイメージの方が結構多いっていう実情はあるんですけど、はい、でも本当に怖いかどうかっていうのは別に同じ人間なので、はい、まあやっぱりそういうことが偏見、はい、差別なんじゃないかなと自分は思っているんですよ。ただこういう殺人未遂事件を解放同盟がやっちゃったっていうのは、どうなんだろう。解放同盟、まあ役職にある人が、まあこれは普通の人からだと、まあそういう恐ろしい団体としか見られないんではないのかなと。まあ、ちょっとこれは本をまあ見ていただいて分かると思うんですけど、やっぱ裁判員の方からも結構疑問が出てたんですよね、その解放同盟って組織一体何なんだと。で最初から最後まで裁判見てると、とっても解放同盟っていうのは敵の組織に見えないんですよ。普通の会社でそのまあ仲間内でね殺人を依頼するなんてありえないじゃないですか、誰か殺してほしいなんて。だからこの事件の経緯っていうのを見てると、まるで解放同盟がなんかヤクザみたいですよね。
そうですね、そういうふうに見られる。そうでなければそんな組織内でね、仲間だからって殺人依頼するなんて絶対ありえないことですからね、普通の組織では、ね。ちょっとここでもう解放同盟の内情の話に移っていこうかと思うんですけども、はい、まあ、先ほど例えばお金の話があったんですけども、はい、例えば解放同盟の支部員だとかね、はい、あるいは役職に就いたりすると、はい、具体的にお金がもらえるっていうことはあるんでしょうか。本当の、まあ、お金はもらえます、支部員だと。支部員だと、はい、で、あの役員でもやっぱりあの好きかな、好きに、まあ、自分知っている限りでは支部長だと3万円、はい、でその下だと2万円、はい、で、あと例えばその部落の、お話を聞きに、はい、あの岐阜とかに行くんですけど、はい、そういう時は行ったら支部員は1人2000円とか。あれ、日当が出るんですか。はい、出ます。お話を聞くっていうのは講演会ですか。部落解放同盟の決起集会とか、はい、そういうようなやつとか、あ、はい、あと、まあ、どの行政の方が来て、はい、勉強する、はい、そういうものですね。そういうものでも、私たちは例えば2000円とか3000円、まあ、もらえるっていう形です。あ、じゃあお金払って動員してるんですね。お金払って動員、その、あ、そうです、出たら、そのお金って出所はどこなんですか。まあ、支部のお金なんではないのか、ではないのかなと。ということは、じゃあでも大元は支部員から集めたお金なんですかね、支部のお金っていうのは。まあ、自分知っている限りでは大垣市から補助金が、150とか、はい、そういうのがお金が入るという話を聞いたんですね。あ、だからまあ、そこは税金が入ってると。そうですね。ただまあ、率直に言えば3万円とか2万円とか、あとまあ何千円とか、はい、まあ、せこい金額ではありますので、はい、そんな大きな金額ではないです。まあ、大きい金額は年1回の旅行ですね。旅行ですか。はい、今の年1回の旅行ってあるんですか。あります。で、去年までは結構豪勢な、はい、一泊で、宴会式で、はい、まあ、一泊100万とか、はい、そういう形のが去年まであったんですよ。それ、支部員だけが参加できるんですか。いえ、あと行政。行政です。はい、で、その費用っていうのはどこから。支部のお金だと思います。少なくともその参加した人は払ってない。あ、一応大人5000円とか。あ、そうなんですか。はい、形では払うので。あ、じゃあそれにいくらか、まあ、上乗せされてっていう形ですよね。はい、あ、わかります。まあ、そういう状態なんですね。で、むしろね、大きな金が動いてるのが、はい、そのまあ、このドアの会長の本でも出したんですけど、まあ、株式会社石井っていう、はい、まあ会社ですよね。はい、いわゆる、まあ、なんていうのか、童話系の会社と言っていいんですかね。解放同盟系の会社って言っていいのかわかんないですけども、だったと思います。そうですよね、やっぱり。はい、でそういう解放同盟の、まあ、役員だとかがその経営しているような会社に、はい、まあ、公共事業が随意契約で発注されてきたと、はいはい、ということです。まあ、それは一番大きなお金じゃないですか、流れとしては。そうですね。でそこで疑問なのは、はい、なんでその解放同盟系の企業に限って市が随意契約で仕事を発注してきたのかっていうところなんですよね。はいはい、これは何か理由があるんでしょうか。まあ、詳しい話は私もわからないんですけど、まあ、昔からの流れという、なんか石井なんかは受注してた仕事っていうのは、例えば、まあ、道路の側溝を直したりとか、まあ、ほとんど草刈りですよね。はい、だからそういう仕事は解放同盟の企業に発注するっていうのが、なんかもうなんとなく当たり前のようになってたという。そうですね、自分が知る限りでは、そういう形で、だから言ってたらなんか部落の仕事みたいな、うん、っていう形で自分は思ってます。はい、だからそれは山田さんだけじゃなくて、例えば行政関係だとか解放同盟の関係者もそういう感覚があると。もうあると思いますね。そう、まあ、自分が、まあ、とにかく理由はよくわかんないけど、そういう仕事っていうのは解放同盟の企業に発注するんですよ。はい、
そういうことがなんか、なんとなく当たり前になってきた、はい、ただまあ、殺人未遂事件があってからはなんかそういう状態でもなくなってきてるというような風に聞いてるんですけど、この殺人未遂があって、あの元支部長の石井亮也さんが、はい、捕まってから、石井組は、そういう公共事業に、株式会社石井ですね、はい、はもう携われなくなったので、はい、で、それに対して、ついに支部長さんが、変わったので、はい、で、変わったんですけど、まあ、自分が聞いた限りでは、岐阜県連の古田委員長という方の、はいはい、話なんですが、今現在の株式会社石井の社長、はい、中島さんっていう方がいます、はい、でその人が本当は支部長になると皆さん思っていました、はい、しかし古田委員長の考えと行政が出すお金、はい、でそういう殺人事件があったような会社にこれからも部落活動に携われると補助金が出なくなると困るということで、中島さんはその活動から外されたと、はいはい、いう感じですね。だからもう解放同盟側はもう石井を外そうと、はい、そうですよ、はい、ちなみに今ね、でもどっちにしろ草刈りだとか、はい、まあ、道路の速攻の工事みたいな仕事は今あると思うんですけども、はい、今具体的に大垣市はどこに発注してるんでしょうか。あ、それは知らないです。あ、それは分かんない、はい、あ、ということはひょっとするともうそういう童話の企業に発注するっていう状態では今なくなってるというような、うん、と思いたいですね。あ、そう、はい、なのでまあやっぱりこの事件をきっかけに浄化されたっていうところも、はい、可能性としてはある、あると思います。ただ、何でしたっけ、南側はなんか草刈りでしたっけ、なんか部落の人にまだ、あ、そうですね、出してるっていうのは、それは具体的にどういったものなんでしょうか、はい、公園が2カ所あるんですけど、はい、でそこ の草刈りを部落の支部、はい、院の方が、はい、やるという形で、はい、月に2回で日当が14,800円だったと思いますけど、はいはい、かける2の仕事を今やるっていう形で、つまりその公園って南若森の中の公園、そうですね、いつもあの盆踊りする、あ、南若森に中の公園があって、そこの草刈りをその解放同盟の支部に、はい、まあ発注しているというのか、まあ個人にお金を払ってるんですね、支部員の、そうですね、伊藤という形で、はいはい、それはかなり前からやられてたんですか。いえ、それは今年から。今年からです。あ、はい、そうです。以前は石井がやってたんですか。そうですね。で、その前も支部員がやってたんですが、もう誰も高齢になってやれなくなったということで、株式会社石井が代わりにやるっていう話は聞きました。ただ宮の若森の公園っていうのは、はい、別に解放道具の支部が使ってるっていうよりは、あそこはまあ その地域の公園なわけですよね、はい、なぜそこでその解放道具の支部が出てくるのかっていうのがちょっと分かりにくいんです。私も分かりません。何となくそうなってるんですか。はい、なんか部落の雇用対策みたいなものみたいな、そうだと思いますね、やっぱそういうことなんですね、はい、そうですね。ただ、言っちゃってそこで関わってる支部員っていうのは、はい、南若森の部落の人間なんですかね。南若森の部落の…というか、まあ、そもそも南若森の人なんですかね。あ、一人は今も住んでると思いますね。あ、南若森、あとはもう、もともとがどこかっていうのは自分知らないので。あ、そうなんですか、はい、今でもまあ、裁判なんかでもね、もう下條さんなんかぶっちゃけてたんですけども、はい、部落と関係なくても支部員になれるんですよね。はい、なれます。だからその部落と全く関係ない人が、はい、そのまあ多分公園も童話対策で整備されたのか知らないですけど、そこの草刈りで日当もらってやってるっていう状況ですよね。そうですね、はい、
だからそこでなんで支部、それだとなんでその会合同盟の支部が出てくるのかっていうのはどうも必然性がないよ。本当その合楽器のやつであるっていう、あるはい、そういう事業が、はい、あるっていう、あ、事業が、はい、それあの自分を聞いて、はい、で最初、まあ、自分も手伝おうかなって思ったんですけど、はい、あの定職をついてる男はダメだって言われたんですよ。そうなんですね、はい、あ、じゃあ定職のない人に対するなんか、本当定職がないというか、あの女の人と高齢の、はい、女性の方、はい、伝生っていう、あ、そういうことなんですね、そういう形らしいんですよ。プラス会合同盟渋いんです。そうですね、渋いんじゃないとやれないと。あ、そうなんです、はい、じゃあ今でもそれやってるんですか。今やってますね。今もやってます、はい、そうなんですね。そこも結構お金としてはせこい話でもありますね。まあせこいと言っても、でもまあ日当1万8000円はでも多い。あ、1万4800円、はい、まあでもまあまあいいアルバイト。いや、そんなに悪くはない、悪くはないアルバイトですよね、はいはい、まあお金絡みっていうのは、ね、そういうことなんですね。はい、ただ一番その山田さんがこれはおかしいんじゃないかって思ったことってどういうことなんですか。自分がおかしいと思ったことですか。はい、おかしい、はい、もう全てがおかしいと思って。あ、全てがおかしい。それはあの自分は、はい、その税金を使って、はい、そういう運動するのはもう全然あの応援するんですが、はい、ただないことに対しての運動活動は、はい、自分は違うんじゃないのかなっていう。少なくとも大垣に関しては、はい、おかしいと。そうですね、まああの本当に、はい、今のこの支部の人たちが、はいはい、自分たちが差別をされているから、はい、あの運動していると思うんですけど、はい、本当にされているかされていないかっていうのは、まあ、個人の感覚なので、はいはい、ただまあ、うちの山田家に関しては誰も差別をされたことがないという話しか聞いていないので、ちょっと矛盾しているのではないのかなと。まあ必要のない事業をやってると大垣支部というもの。それは解放同盟大垣支部って必要だと思いますか。とするといらないと思います。あ、やっぱり、あ、そうですか、はい、まあ、そういった感じなんですよね、はい、他何かありますか。他ですか、はい、何か、まあ、この支部だとかで、はい、あのまあ、視聴者の方々に訴えたいようなことがあれば。まあ、今回この岐阜の大垣っていう限定の話なんですが、まあ、全国で本当にあの差別をされている人というのは絶対います、はい、ただそういう人じゃない、はい、あのいわゆるエセ、はい、と言われている人たちも絶対いると思います、はいはい、でそのエセの人たちに税金を使うのではなくて、はい、本当にあの困っている人でも、困っている人っていうのはこういう運動なんてできないと思うんですよ。あ、本当に困っている人、はい、あの自分たちは何も差別されていないからそういう公のところで活動ができると思っているので、はいはい、まあ、そこをちょっとあの分けて、あ、はい、あのもらえればいいかなと、はいはい、思います。ということはもう山田さんはもう一切解放同盟とかそういう活動にはもう関わらないようにしたいというところが。ああ、もう関わらないですね。ああ、そうです。はい、わかりました。ありがとうございます、はい、それでは今回あのスペシャル版ということで、お届けいたしました。それではあのぜひともまた、別のチャン、神奈川県人権センターチャンネルでお会いしましょう。それではありがとうございました。